はい、こんにちは。今日は宗谷本線の瑞穂駅に来ております。早速列車が来たので、ちょっと予想を見てみようと思います。1両編成で乗っている乗客もあまり見受けられませんが、踏切を渡ってこの瑞穂駅で停車しております。ちょっと列車の影になって、ホームの様子は見えませんが、後で見てみることにいたしましょう。車両の後部が若干踏切に乗っかってるような感じですね。なかなか面白い停車方法をしております。はい、では発車いたします。これでホームや駅舎の姿も見えるようになるでしょうか。このままずーっと北の方に進んでいくんですけども、まあ、方角的に北というのは下りの方向になりまして、次の駅は風蓮駅となるんですけども、北からやや曲がりまして北東方向に進路を変更します。なので列車が若干傾いて右に曲がっている様子がご覧いただけますでしょうか。こちらの瑞穂駅では斜めに列車が進んでいくのが分かるところが面白いところですね。これで姿が見えなくなったでしょうか。周りの様子を見ましてもやっぱり田んぼが多いようなところで非常にのどかな場所ですね。さてさて、この辺が瑞穂駅の周辺ですね。もう本当に田んぼしかないようなところで、周りには何もありません。ポツーンと民家があるようなところですが、ほとんど人気というものがないような状態ですね。まあ、これも一種の秘境駅というような場所だと思います。こちらが南方向ですね。こちらがホームとなります。早速、瑞穂駅に入ってみようと思いますが、自転車置き場がありますが、自転車が1台だけあって、しかもちょっと今日は風が強いので倒れているんでしょうか。また蜘蛛の巣取りというのもありまして、なかなか蜘蛛の巣が張っているような場所だということが見受けられますね。ちょっと文字が消えていますが、これが瑞穂駅と書いてあります。承認が昭和53年、だいぶ40年以上前の駅舎となりますね。こちらにも書いてありまして、こちらも昭和50年代の、表記があります。ひとまずは駅の中に入ってみようと思いますが、あ、書いてますね、瑞穂駅。こちらは結構綺麗な字体で書いてあります。では中に入ってみましょう。板張りで結構あったかい構造をしてますね。天井はもちろん木製で、傾斜があって雪が積もりにくい構造をさせてありますね。こちらが時刻表となります。上りが4本。下りも4本と、あまり本数は多くないようです。こちらは、椅子も、ゴミ箱も、また、除雪道具もあって、いろんなものは揃ってますね。ただ、防寒のための藁でしょうか。そういったものがちょっとはみ出たりしておりますね。年季が入っております。蛍光灯は通常通りのものが設置されております。実際、明かりをつけようとしてもちょっとつかないようですね。何か、タイマーのようなものがあるのかもしれません。ちょっとそこまで定かではありません。一人だけいると非常に広々としておりまして、駅の音ももちろんありますね。
それでは外に出てみようと思います。こちらの表、こちらは水間としかちょっと読めなさそうですね。水穂の穂の左の縦棒が消えてます。ではホームに登ってみましょう。よくある木製の斜面で、ホームも木製でできているというような構造をしております。ではホームを進んでみようと思います。非常に視線が多いところですね。こちらが駅名表となります。みずほと書いてあります。田与路駅と風鈴駅の間になりますね。でこちらが警報器となります。ぐるっと一周見ましても本当に田んぼしかないような場所で、非常に自然の多い場所でございます。反対側も同様に田んぼが多いような場所で、その中にあるようなポツンとある駅ということがご覧いただけますでしょうか。こちらが上りの田与路駅方面となります。方角的には南となります。こちらは下り風鈴駅方面となり、北側となるんですけれども、カーブしておりまして、途中から北東方向に向かっていくというような線路の構造をしております。渡り鳥の白鳥でしょうか、寒さをしのぐために南の方に来てるんだと思われます。では鳥さんたちが太陽の方に向かっていたところでご覧いただきましてありがとうございました。